はい、お疲れ様です。183話の気になる男はね、今回もうなるべく早く稼ぎたい方のためのメッセージになります。YouTube に参入して一気にね稼げるようになっちゃったとか、チャンネル登録がバーッとね1000人2000人増えちゃったって方たまにいるんですよね。これもちろんね運が良かったっていう風な考えもあるんですけども、主にはですね、その人がもともと持っている素養とかね、そこまでの間培った能力によるんですよね。まあ、例えば40代とか50代の方っていうのはそこそこの人生経験があるわけなんですよ。こういうこともあります。まあ、例えばね、子育てを完了した40代の方、50代の方は子育ての方法について語ることができて、それを聞いてこれから子育てする人は参考になるわけでしょ。だから人生経験って全てね役に立つんですよ。で、どこを切り取るかなんですよね。で、多くの人が求めてるんだけども、その答えがなかなか落ちてないものとか、あとはね、面と向かって聞きにくいものをインターネットで探したりするんですよ。まあ、例えばその性的な問題とかね、あの病気のこととかね、あとはなんかものすごく秘密にしたいような恥ずかしいこととか、そういったことって実はねインターネットでこそこそ探している例が多いんですよ。まあ、ですので発信する一部の人にアクセスが集中するってことになります。まあ、中には同性愛で悩んでらっしゃる方もいるかもしれませんし、もしかしたらね浮気がバレそうなんだ、だからどういうふうにかしてごまかしたいんだけどみたいな方法もあるかもしれません。あとはですね、ずいぶん昔に大きな事件をやらかしてそれから逃げまくってる人の心理を知りたいなっていう人もいるかもしれませんよね。まあ、とにかく普通ではなくて、とんがったところとかね、へこんだところ、大きくへこんだところっていうのはどうしても表現しにくいんで、インターネットで探す傾向にあるんですよ。ですんでそういった特質を持ってる人が YouTube をやると強いわけなんですよね。まあ、これについてはあともうちょっと後でお話しますけども、とにかくねYouTube に参入していきなりブレイクする人ってそれなりの背景を持っていることと、その背景を上手にそこに表現したってことになるんですよ。ですので必要な要素は3つあります。1つはですね、個人の力、例えば表現力をずっと培っていてね、もともと何かを伝えるのが上手な人が YouTube と出会うとものすごくいい組み合わせになります。あとファンがもともといたっていう人もいますね。例えば出版を経験された方とか、どっか会社の組織にいらっしゃって、もしくは中学や高校の頃部活でなんかね名を上げた方とか、あとツイッターでもうすでにフォロワーとかファンの方がいたりとか、ブログを一生懸命書いてきてブログのアクセスが少なくなってきたんで YouTube にごそっとやってきた人とかね、こういったもともとアクセスの取れる見込みがあった人が YouTube に出会うとものすごく強かったりするんですよ。ですんで必要なのはその人の個人の力、そして YouTube、 あともう一個何でしょうか。それがですね、どこを引き出すかっていうことを見る人なんですよ。つまりこれがコンサルだったりメンターだったりするわけなんですけどもね。だから私の速稼塾に入ってもまずはねやり取りをものすごくするんですよ。というのが、塾生さんのどこに引き立てるポイントがあるかってことを私はねよく知らないといけないんですよね。そうすることによって、じゃあここを使っていきましょうってものが分かるんで、そこを打ち出していくわけなんですよ。でも自己開示がなかなか進んでなかったりとか、コミュニケーションが あんまり密じゃないとね、どこを取り上げればいいのか分かんなかったり、そもそもね、こういったところが私は経験としてあるんですってものが、相対的に大した経験じゃないっていうこともあるわけなんですよ。まあ、ですんで、ここはもしかしたら恥ずかしいんだけどなっていうところであればあるほど、これはファンが集まる要素になりますので、そういったところとかね、あと大きな実績でもいいですよ。とにかく誰もが思ってるようなこととか、誰もがやってることよりも、思っても見ないようなことの方がヒットする可能性が高いんですよね。まあ、ですんで、ものすごくね、病気で悩んだ時期があるとかね、そういったことってのは誰もが経験することでなければね、やっぱこう多くの人を引きつけるものにもなりますし、まあ、私が好きなのはね、JR の職員さんの話なんですよ。ずっと交渉していて未だに出てきてくれないんですけども、JR に勤めていると、その JR でなければわからないようなね、秘密とか、あと日勤教育とか、あとはマグロっていう現象とかね、あと JR の職員さんのカバンには何が入ってるのかとかね、長い運転士をされていて、長い勤務の中でトイレに行きたくなったらどうすんのみたいなとかね、バスの運転手さんもそうですけども、まあ、そういった裏話とかを話してくれる人が現役の現職の職員さんでいらっしゃると、ものすごくアクセスが集まるんですけども、でも会社の看板背負ってるからできないんだっていうことでね、本当にそうなのかどうか分かりませんけども、一応ねこの辺はまだストックしてる状態なんですよ。っていうのが、そういった方の抱えてる背景じゃないですか。そしてもともとファンがいる舞台俳優の方とかね、それから少なくとも劇団をしていたりとか、草野球の監督だったみたいな人っていうのは、やっぱファンができやすいわけなんですよ。そういう人が YouTube に出会うとブレイクする可能性が強いんですけども、そういった特質を隠してね、熟成になって当たり障りのないようなやり取りしてもなかなか難しいんですよ。
だからこれは俺の大きな実績だろうと思うこととか、これはもしかしたら隠したいんだけども稼ぐためにはブレイクしていくんだとかね、うん、もうカミングアウトしていくんだとか気持ちとか、あとは同じ悩みを持ってる人にも勇気を持ってもらいたいから、ちょっと顔出ししないどっちかの選択をしながら表現していくとかね、場合によっては私がこういう人がいるんですよってことで伝聞でずっとアクセスを集めることもできるんですよ。で必要なものってのはもう一回言いますけど3つですね。その人個人の持ってる特質、 YouTube、 どこを引き出すかを見てあげる、そういったメンターの存在です。この3つが噛み合った時に大きなブレイクが短期間でするってことになるんですよ。まあ、ですんでね、ぜひね、速稼塾とかこの YouTube に興味を持った方はどこをデコレートすればいいのか、どこを引き出していきたいのかってことを包み隠さず正直に伝えていただけると、もうかなりの確率で当てることができるんじゃないかなと思います。あとね、逆説的なんですけども、むちゃくちゃ平凡な人もこれもアクセス集めれるんですよ。何もかもが真ん中みたいな人もね、これはこれで珍しいんですよ。だいたいどっかがね、真ん中より上か真ん中か下なんで、ばらつくわけなんですよ。で、ばらつきが多少あるのが本当の普通の人なんですけども、全部が平均点っていうのも珍しいんですよねだからそういうような人も取り上げてみるといいんではないかなと思います。今のところちょっとね、出てこないんですけどもね。で、本当に何もないとか何も見つけれない、あるんだけどもこれは自分の特質にはならないなという方、もしなるにしても表現するのがやっぱやめたいんだって人には、3つの新しい要素を提供したいと思います。それはですね、集客力と、それから商品力と販売力です。この3つがつけば何でもできます。何でも稼ぎます。短期間で稼ぎます。大体多くの人が商品は作るんですけども集客が苦手なんですよ。だから集客は私のプラットフォームでやりましょうっていうので対談とかをね、受け入れてるわけなんですよ。これもいつまでやるか分かりません。特に私もその対談をするとなると、まあ今のいろんな準備とかね、少なくとも放送する時間とかっていうコストがかかるわけなんですよね。まあ、ですのでこれからはちょっとね、人をセレクトしてとかね、何でもかんでもやりますよじゃなくって、もしかしたらプラスアルファで費用をいただくか、選抜した誰かっていう風になるかもしれませんので、やってるうちにぜひね、こういった機会を活用していただきたいと思います。動画リレーも同じです。誰とでもやるわけではないんですよ。とりあえず続けていく意思のある人でも、その人続けていく意思のある人のほとんどやめますけどもね、本当にみんなやめます。で、 YouTube のログインをしていただければ分かると思いますけども、チャンネル登録を100人したとしてもね、100人が100人今日の動画更新してないでしょ。だいたい1割から2割ぐらいしか更新してないんですよ。毎日ログインしてみると、だいたい更新してる人って新しい動画出てきますけど、更新してない人って出なくなっちゃうんですよ。で、そこで何が起こるかっていうと、自分の YouTube チャンネルも誰かによって複数のチャンネル登録のうちの一つなんですよ。だからチャンネル登録してあげてる人の中の競争に巻き込まれてるんで、とりあえず更新頻度を上げていかないと、そういう人からは遅れていくってことなんですよ。せっかくチャンネル登録していただいたのに、チャンネル登録してる人がバーッと横に広がった時にね、目立つ存在にならなくちゃいけないと、選ばれた中でもさらに選ばれないといけない時に、やっぱ更新頻度ってすごく大事になってくるんですよ。で、昔はね、1日に1本とか1週間に1本なんてことを言われてましたけども、やっぱりこうライバルが増えていったりとか、その YouTube の視聴時間が多くの人が増えてきてますから、スマートフォン持って通信環境良くなってね。ということはもうどこまでもね、更新を高めていった方がいいわけなんですよ。うん、で、次の話になりますけども、その稼げるジャンルっていうのがあるとするじゃないですか。多くの人が群がるんで、これは稼げなくなるんですよ。だから稼げるジャンルを見つけた時にはもうね、半歩遅いぐらいなんですよね。だからといってやるなってことではありませんけども、それを確保しながら短期的にしか続かないなと思ってやった方がいいです。で、私がおすすめするのは、稼げないジャンルをどうやって稼げるようにするかっていうふうなところに頭を使った方がライバル不在で稼ぎやすいってことなんですよ。以前もお話しましたけども、ウグイスパンを食べる動画で私は商品を売ってるわけなんですよね。それはたまたまですけども、ウグイスパンを食べるところを動画に撮らなければそのたまたまも起きてこないじゃないですか。ですので、どういったものが人のアクセスになるかと同時にライバルがいないかってことを探る意味でも、たくさんのショート動画を撮っていくっていうことになるわけなんですよ。で、今回ショート動画のなんかそのアプローチが YouTube の方からあるわけじゃないですか。収益化は来年からですけども、だからといって来年まで待つ必要はないんですよ。今収益化してない時に、ライバルが少ない時にどのぐらい動画を打ち込んで本来の動画に引き込めるかってことの勝負はもう始まってるんですよね。だからね、 YouTube のショート動画の収益化が用意論ではなくって、ショート動画が始まった時点で用意どん、もっと言ったらショート動画がない時だって別に5秒とか10秒の動画撮れたわけじゃないですか。で、そういった動画を量産していた人の、まあ、いわゆる価値というかね、部があるってことにもなるわけなんですよ。じゃあここまでをまとめますとね、まず YouTube で短期間で稼ぐためには3つの要素がいります。1つは YouTube そのもの、もう1つはその人の素養です。
そしてそれを引き当てるためのメンターの存在、つまりは何かの塾に入って指導者がいるってことが大事だよってことなんですよ。自分一人で自分の一番当てれるものが見つけれるんだったらそれでいいんですけども、それこそ YouTube と自分があればうまくいくんですけども、そうじゃないからここまで来てると思うんですよね。だったら自分は何を打ち出していったら一番いいのかってことをやっぱり客観的にね、経験の多い人に見てもらった方がいいと思います。少なくとも私はたくさんの人をね、こうやって YouTube で当ててきて、で YouTube で売ってきてですね、多少の見る目はあるんじゃないかなと思いますし、もしね、その他の YouTuber さんに当てがないんだったら、まずは、私のね、YouTube チャンネルで試してみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、そのためにはね、速稼塾入ってくださいっていうことをね、申し上げる時が来るわけですけどね。はい、損はないと思います。まあ、それで何の時つもない人は、やっぱ集客力をつけるために動画の更新頻度を上げていくこと、そして商品力をつけるために商品を作る練習を一緒にしていきましょうってことです。で、商品っていうのは困ったを困らないの状態にできるもの、問題解決ができるようでしたらこれは何でもいいです。恋愛でも健康でもお金のことでも仕事のことでもいいんですよ。で、そういったことを商品にすると一番売れるよってこと、これもまた詳細はね、また別の機会にお話ししますけどね。で、最後に販売力ですけども、これはね、セールスのタイミングなんですよ。この気になる男シリーズは200話でまた一区切りついてまた300話に向かうわけですけども、やっぱ今セールス期間中に入ってますので、そのYouTube をやるとどうなるのかってことをね、ずっとお話してるわけなんですよ。で、YouTube をやらないとどうなるのかってことも、これ反面ではね、お話してるんですよね。だって YouTube をこうやって今ね、ご覧になってると思いますけども、YouTube で稼ごうと思ったら、とにかく動画をアップロードしていくってことになるのは決まってるわけじゃないですか。YouTube を見るだけで稼ぐってことはこれないわけですから、仕組み上ね。だから YouTube をどんどん打ち出していけるようになりましょうってことで、YouTube を誰よりもやってる私からのお誘いだってことなんですよね。はい、それでね、先ほどもちょっと申し上げましたけども、再度言いますけども、稼げるジャンルってのはみんながね、飛びついて稼げなくなっちゃうんですよ。だから稼げるジャンルが出来上がった時にはもう半歩遅いんですよね。だからね、どちらかというと、稼げないジャンルをどうやって稼げるようにするかってことに、一つね、頭を使った方がいいんじゃないかなというところですね。そうするとね、おかしな競争に巻き込まれずに済みますし、あとね、自分が、その稼げないジャンルを稼げるようにした時にはもうすでに、次に移っていけばいいんでね。これがね、結構ないいステップになります。稼げるジャンルを追い続けるんじゃなくて、どんなジャンルも稼げるようになること。それがまあビジネスマンの本文ですからね。稼げるところに群がっていって、それで稼ぐっていうのは、別にこれビジネスマンじゃなくても普通の人もできちゃうんで。タピオカショップみんなやったでしょ。でも今ないわけじゃないですか。だからそういうことなんだろうなと思いますよね。だから逆にですね、単なる水をどうやって売るのかってことなんですよ。タピオカなんて入ってなくても。もっと言ったら空気をどうやって売るのかってことですよ。空気を売る方法って思いつきますかね。以前私はハワイで石を売るみたいな動画、これをお話ししました。それから不動産で元手なしに固定収入を得る方法、これもねお話ししました。今度は空気を売る方法ですよ。空気を売る方法の代表的なのは、なんか思いつきますかね。いや、私はアイドルだと思うんですよ。アイドルさんと同じ空間にいる、コンサートを見に行くのにお金かかるじゃないですか。別にアイドルさんが踊ったり歌ったりしなくても多分マンツーマンチケットって売れてると思うんですよ。しかもコンサートの券よりもね、高値ですよ。握手券とかもそうでしょ。あれは言ってみれば何のパフォーマンスもしてないけども、一定期間同じ空間にいてアイドルさんが自分を瞬間的に意識してくれるっていう、その空気を買ってるとも言えるんですよね。まあですんで、よくねビジネスコンサルって言いますけども、とりあえず会えることにやっぱ感謝していただけるっていうかね、まあ、そういった立場になるためにも、やっぱファンを大きく作っていくこと。で、ファンを作ろうと思ったら、やっぱりね、動画で自分自身のことをしっかりとお話しすることと、その前に視聴者さんのことをよく聞くっていうことが大事になってきます。だから、この UVI の法則っていうのが話すときに大事ですよってことなんですよ。UVI、つまり視聴者さんの状況を捉えていくことと、共通項を見出して、私もそうなんですっていうことと、私の脱出する方法としてはこんなものがありますと、最終的に自分のことを話すんですよね。でも、やっぱりね、アプローチのあまり上手じゃない方っていうのは、自分はこう思うんですってことだけで動画が終わってしまうんですよ。自分はこう思ってるんですっていうふうにお話しして聞いてくれるのは会社の上司とねあとはタレントさんだけですからね。でも会社の上司も最近は飲み会でね、上司のざれ言聞きたくないって嫌われるわけでしょ。だからね、すでに会社の上司ですら部下にとって、あんまりありがたい言葉は出せなくなってますんで、空気をお金に変えるってことにはなんないのかなと思います。まあですね、この YouTube の世界でね、少数とはいえども自分が俳優やそれから女優になっていくっていう部分は必要なのかもしれませんね。だからファンのその母数を測る上で再生数っていうのがすごく大事になってくるってことを今回の動画でお伝えして、
この182話を割っていこうかと思います。で、再度まとめますけども、 YouTube で短期間で稼ごうと思ったらあなた自身の素養が必要になります。で、なければ作りましょう。で、確かにあるんでね、ありますんで、それを YouTube にポンと乗っけると。じゃあどこを乗っけるのか私たちに任せてくださいっていうことで、今回はタカさんの YouTube アカデミーをお勧めしますんで、そこでね、タカさんに自分の特質を見つけてもらって引き出す、そのノウハウをいただければいいんじゃないですか。はい、じゃあ以上でございます。